東博は憎き英雄たちを撃破した。曹操、袁紹、袁術、呂布、董卓に逆らった者たちが今自分の足元にひざまずいている。奪還した洛陽城で董卓は彼らを満足げに見下ろす。その姿は在りし日の暴君董卓そのものだった。ねえ、どんな気分？小娘と侮ったこと後悔した？これからはちゃんと私の言うことを聞いて何でも喜んで従うのよ。逆らったらまた叩きのめしてやるんだから。何よ、誰もいないじゃない。まあいいわ、城は取り戻したんだもの。手下はまた狩りに行けばいいわ。そういうのも面白いわよね。ね、おじい様。